7000くらいでしょ、本当はね、3800くらい回るんですよ、今もう水が切れてる。めちゃくちゃハンドルが軽い。おお、もう指一本で動くんですよ。本当だ。おお、めちゃくちゃ軽い。現在は軽流保管されていますからね、一つ当ててバウはしょうがないもんね。これは素人さんがされた補修跡ですね。仕上がりがあんまり良くないかな。レールつけてらっしゃる。ハンドレールが後ろまで伸びていますから、安心して前後デッキへアクセスできますね。はい、 OK です。あら、中から動くんですね。このスイッチは硬くなってた。洗礼は36年が経ちますしね、海上係留されていますから、全体的に汚れや FRP の擦れ、あと色あせ感もありますね。しかしながら特別な大きな痛みはありませんから、普通に遊ぶには問題ありません。ハンドレールのここね、電飾で痛みがあります。取り替えた方がいいかも。保温はなりません。保温カバーは電飾でこんなになっちゃうんですよ、古くなっちゃうと。こっちもこんななってる。チクチクして怪我するんですよね。ケースでかっ。あ、アンカーとかロープが入ってる。はい、サブタが落ちちゃって、うん、風で吹っ飛んだよ、はいはい、なくなったからベニヤ板で作ってる。トランサムステップもコツコツ当たっちゃったんでしょうね。ここも素人補修がしてあった。この四角い穴は何ですか。ペルカン君をつけちゃったんや。ペルカン君ドライブカバーする、それをつけよったんで、紐をここで引き上げるんでね。ギアオイル高いつ頃。去年結局1年乗ってないよね。乗ってない、全く乗ってない。ドライブの状態はすごくいいです。ドライブのシールもね、何年か前に変えてる。これでこうやってカチャッとするわけですね。対面シートよりもね、もうワークマンの方が相当魚釣りにはいいんですよ。なんか椅子がこっち向きになってるね。ベンチシート、これが、GPS 魚探、うん、魚探ですね。こういう超ヒーターがあるんだよね。あのヒーターもヒーター、うん、でこっからも出るし、そうそう、そこを足元で出る、足元出るのと出るんですよ。こっから蓋開けて、うんうん、あ、ここもう窓の曇りがないこれね、うん。いろいろするのに開ける。ああ、なんかちょろちょろとこう、うん、配線関係を、うん、開けられるように。こいつはね、あの100ボルト、これがですね、うん、あ、これでコンセントに、これで今電気来てるんですけどね。その下にインバータあるよね。この電子レンジぐらいを使えます。ポケット。これ道具がほとんど入ってる。ベルトとか道具。ここに手帳類。次回は中間検査、2026年5月です。ガレーがあって、足踏みポンプで水が出るんです、うん、これとこうなってね、2つ、ここに水タンク、あ、違うの、水タンクはね、この外から入れるんだな。 あ、外から、この入れ、ここにコンロだとか置いたりなんかしてね、いいんですよね、結構。こちらがお手洗い。ボタンを押してもらってる水が、うん、外。これでこう、
こっち。年数が経ってるけどね、結構傷んでるけどね。以前の所有者はマリンエンジニアさんだったんですって。手帳に整備記録を残されていました。ミストフィルターこっちにね吹いてたんだけど、もうここは止めてるんだ。ヤマハのやつなんですよ、あれ部品が。混合機はオイル下に落ちていくんですよ。でガスだけエアクリーナーでもう一遍燃やしてっていうふうに改造したんですよ。エンジニアさんがすごいですね。パーコね、見えるじゃないですか。ああ本当だ、パーコね。電電虫を、電電虫の部分は変えてる、新品に。エンジンオイル、ギアオイル、亜鉛、インペラは交換されて間もないそうです。次回のオイル交換の時にフィルターを交換されると良いらしいです。そう、2箇所給水やってるんですよ。1箇所やったらフィルターを下につけて、そうそう、この下とドライブから。メーターを変えてるんで、だけどこれメーター変えてからの時間。あ、変えてからの時間ですよね。